皆さんこんばんは。福音喫茶を始めていきたいと思いますが、最初に歌いたい曲は投げ出したい時という歌ですね。続けて歌いたい曲は、時を超えてという歌ですね。時を超えてという歌がありますが、ちょっと歌詞を読みますと、毎日の祈りが、やがて大波に変わる。祈りというのはですね、そんなに簡単に聞かれることはありません。でもですね、粘り強く、続けて祈っていると、やがて大波に変わってくる。その手応えを感じてくることができます。そして主の恵みが今この地に押し寄せてくる。ハレルヤ、試練の道は脱出の道が開かれている。時を超えていこう、私たちの明日へ。
すべての祈りは天の御座に届いたという歌です。神様は、もちろんなぜこんな試練に合わせられるんだろうかとわけわからなくなる時があるかもしれませんが、しかしですね、試練の時が永遠に続くわけではなくて、必ず脱出の道が、出口が備えられて、開かれています。そのことを覚えながら時を超えて歌っていきたいと思います。イエス様は、世の光、また愛の光であられる方なんですけれども、私たちの暗闇を照らし出して、そして自由を与える、救い主であられます。そして命の御言葉、神の言葉であり、そしてその主の栄光が地の上に輝きますようにという祈りが込められています。また自分自身の心がですね、信仰の炎が消えそうになる時もあるかもしれませんが、心を燃やしたまえ、そして溢れよ主の恵み、憐れみ、この地を生かしたまえ。本当にですね、今週は、九州の方ではですね、かなりの、とんでもない雨が降りまして、特にですね、北部の方で、今なおですね、大変な状況におられる方々もいらっしゃると思いますが、車ごと流されたりとか、もう本当に、ぐちゃぐちゃになってしまった建物とか、いろんなことがありますが、この歌を祈り心に行って、と思います。
愛の光輝き暗闇を照らし出す我が主イエスよの光自由を与える力命の御言葉輝け主の栄光地の上に心を燃やしたまえ溢れよ主の恵みあわれにこの地を生かしたまえ愛の光に輝き暗闇を照らし出す私イエスよの光自由を与える力命の御言葉輝け主の栄光地の上に心を燃やしたまえ溢れよ主の恵みあわれにこの地を生かしたまえ輝け主の栄光地の上に心を燃やしたまえ溢れよ主の恵みあわれにこの地を生かしたまえ。はい、続けて歌いたい曲は命の光ですね。これは今度のプリーズバンドでも歌うということになった曲の一つですが、尽きることのないあなたの愛、神様の愛は尽きることがありません。誰かさんの愛は、すぐに尽きてしまってですね、亡くなってしまう、消え去ってしまう、もう続かないということがあるかもしれませんが、神様の愛は尽きることがありません。永遠の愛と言われていますが、そのような愛は神様の愛だけが、そういうふうに言えるかと思いますが、尽きることのないあなたの愛が私を包む。つまりですね、私たちがいい子であるとか悪い子であるとか、良い結果を出しているとかそうでないとか、そういうことに関係なくですね、神様の愛は尽きることがないということですね。落ち込んでいるとき、失敗したとき、このどうしようもない、中にいるときもそうですし、神様の愛は尽きることがないということですが、そのような愛が私たちを包むときに溢れる喜びが出てきます。それでですね、すべてのものが、あなたを歌う闇を消し去る命の光すべてを捨てた愛、手を伸ばして光放てあなたと歩むそれは素晴らしい命の日々を、イエス様と共に歩む日々を覚えながら命の光に歌っていきたいと思います。尽きることのないあなたの愛が私を包む溢れる喜び全てのものがあなたを歌う闇を消し去る命の光すべてを捨てた愛手を伸ばして光放てあなたと歩むそれは素晴らしい命の
君よ尽きることのないあなたの愛が私を包む溢れる喜びすべてのものがあなたを歌う闇を消し去る命の光すべてを捨てた愛手を伸ばして光奏でてあなたと歩むそれは素晴らしい命の意味よはい、続けて花も泉は湧く涙を過ぎるときやがて身を結び笑い声に満ちる、これが1番ですね2番は青げ天は開き僕らは見るだろうやがて花は咲き栄光の主が来る、必ずですね時が来ると、花を咲かせることができる花を咲かせるように導いてくださるそして栄光の主が来られる、イエス様の再臨のことも歌われていますそして花も雲も風も大海も、草花も、水流が風もですね、海も山もイエス様の、賛美を奏で一緒に奏でましょう、そんなことが歌われています、一緒に歌っていきたいと思います涙を過ぎるとき、やがて身を結び笑い声に満ちる花も雲も風も海も奏でよ奏でよですよ空に響け歌え魂の恵みを恵みを恵みを青け天は開き僕らは見るだろうやがて花は咲き栄光の主が来られる花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを空に響け歌え魂よ恵みを恵みを恵みを花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを空に響け歌え魂よ恵みを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 はい、メッセージの前にもう一曲歌っていきたいと思います、御手の中でという歌ですね、教会福音賛美歌の405番に入っていますが見てというのは神様の手の中ということですけれども、見ての中で全ては変わる賛美に、
我が行く道を導きため、我が中で見ている中で、これが1番ですね。2番も、同じような内容なんですけども、少し歌詞が違っていますが、見ての中で全ては変わる感謝に、我が行く道に表したまえ、あなたの見ての技を。これ非常に信仰的な歌だと思いますね。今は賛美できないとき、今は感謝できないときがあるかもしれませんが、やがて神様は全てのことを賛美に変えてくださる。本当に神様ありがとうございます。本当にあなたってなんて素晴らしい方なんでしょうかっていうふうに、神様を褒めたたえずに折れないほどに、すべてのマイナスや、悪いことを良いことのために変えてくださるということが、歌われています。同じようにですね、今は感謝できない、とてもこんなこと感謝できません、神様、もういい加減にしてくださいって言いたくなるようなことがいっぱいあるかもしれませんが、それがやがてすべて感謝に変えられていく。あ、神様、あの苦しみはこのことのためだったんですね。神様、ありがとうございました。神様、感謝します。すべてのマイナスに思えること、すべての失敗、すべての過ち、すべての恥、すべての挫折が感謝に変えられてくる。これは本当に信仰の素晴らしいところだと思います。そんなことを、先取りしながらですね、この歌を、賛美を歌っていきたいと思います。ジーザスバイブルストーリーというですね、絵本の聖書を、順番に読み進めていますが、今日のところはですね、クリスマスを過ぎたところですね、かなりイエス様が大人になられた時のことに一気に飛びます。新約聖書はですね、ある箇所では少しイエス様の、子供の時の、様子が書かれたりしておりますが、でもですね、ほとんどの聖書はイエス様の少年時代、また青年時代はかなり語られていません。かなり成人した後ですね、バプテスマのヨハネさんから洗礼を受けていく、バプテスマを受けていく、そんなイエス様の場面が今日のところですが、天国の門開かれるという題がつけられたところを読んでいきたいと思います。マタイの福音書ですと3章とかですね、ルカの福音書ですと1章3章、ヨハネの福音書は1章あたりに出てくるお話です。イエス様がお生まれになったのと同じ頃、もう一人の赤ちゃんが生まれた。名はヨハネ。英語でヨハネということは、ですね、名前はジョーンと言いますね。ジョン・レノンのジョーンはですね、ヨハネということなんですけど、
日本語にするとちょっとかっこ悪いかもしれませんが、ヨハネという名前がジョンの、日本語訳です。名前はヨハネ。神様から、大切な役目を与えられていた子だ。それはイエス様が来られる準備をすること。みんなにイエス様が来られることを教えることだった。バプテスマのヨハネが生まれた日、ヨハネのお父さんは思った。神様がアブラハムにお与えになった約束は本当だったんだ。でね、救い主は本当に来られるんだ。それであんまり嬉しくて、こんな歌を歌った、神様が愛してくださったから、いつもいつまでも決して諦めず、決して変わらない愛を持って、だから天国の門が開かれた。その門から一筋の光が照らされ、太陽のように明るく照らす、暗闇の中に住む者たちの上に、死の恐れにある者たちの上に、平和の道へと歩む者たちの上に。バプテスマネガネのお父さんはですね、そんな、歌を歌っていました。さて、ヨハネは大きくなって何になったか。本当のことを言うと、この人ちょっと変わってた。村のみんなからずっと離れて一人で砂漠に住んでいた。ラクダの毛皮でできた、チクチクゴワゴワした、なんとも居心地の悪そうな服を着て、顔中ヒゲだらけ。ヒゲだらけですね。なんか髪の毛とヒゲがこう一体化してるんですね、顔中ヒゲだらけ。髪の毛は伸び放題、もじゃもじゃ頭。それにご飯はイナゴと蜂蜜だけしか食べなかった。っていうから本当に変わっている。バッタの大きいのみたいなイナゴを食べやすくするために蜂蜜をつけて食べていました。多分そうだったんです。でも神様は他でもないこのヨハネを選ばれたんだ。とても大切な仕事のためにね。神様から逃げるのはもうやめなさい。そうですね、人間は神様から逃げてる、逃げ回ってるんですけど、神様から逃げるのはもうやめなさい。神様のところに戻ってきなさい。ヨハネはみんなにそう言った。私たちはどうしようもない罪の中にいる。でもいい知らせがある。その罪から救い出してくださる救い主がもうすぐ来られるんだ。さっき罪の話がありましたけども、どうしようもない罪の中にいてですね、死刑とかそういうことではどうしようもないこの問題があるんですけども、罪から救い出してくださる、罪を許してくださる救い主、それがその方がもうすぐ来られることをヨハネは叫びました。その方はキリストですね、救い主。その方のためにみんな準備をしなさい。みんなその方のために準備をしなさい。さあ早く、用意はいいかい。私たちの王である方がもうすぐ来られるんだよ。たくさんの人たちがヨハネの話を聞いた。自分たちの罪を認め、神様から逃げ回るのをやめたいと、心の底から思った。どうしようもない罪の中からどうにかして救い出してもらいたい、許されたいと思った。だからヨハネはそういう人たちをに次々と洗礼、バプテスマを授けた。それはどうするかって、水の中を素早くくぐらせるんだ。今までの古い生活をやめて、神様についていく新しい生活を始めたいという思いを表すものだ。ある日、いつものようにヨハネがヨルダン川で人々に洗礼を授けていると、川岸に一人の人が歩いてくるのが目に入った。と、その時神様が静かにヨハネに語りかけた。この人だよ。ヨハネの心は飛び上がるぐらいびっくりした。ヨハネの人生はこの時のためにあったと言っても言い過ぎじゃないくらい、とにかくこの日を待ち望んでいたから。イエス様が川の中に入ってくるのを見ながら、みんな見てごらんとヨハネは言った。でもそれは声にならない声だ。言葉にならないほどの思いがヨハネの中に溢れていた。ヨハネは囁いた。神の子羊。この世界のすべての罪を清める最高の子羊。私に洗礼を授けてくれませんか？イエス様は尋ねた。え、この私があなた様に洗礼を？ヨハネは我に返って、あなた様に洗礼を授けるんですって？とんでもございません。私の方があなた様から洗礼を受けたいのです。神様がそう望んでおられます。イエス様は優しく答えた。今はそうしてほしいんです。もちろんヨハネは言われた通りにした。イエス様が水の中をくぐった洗礼、バプテスマを受けたかと思うと、誰かが
暗い部屋のカーテンをさっと開けたみたいに、辺りが眩しいくらいに明るくなった。まるで天国の門が開いたみたいだ。雲の間から美しいまばゆい金色の光が照らされ、イエス様を包み込んだ。イエス様の髪に滴り落ちる雫の一粒がその光に照らされ、まるで小さなダイヤモンドのようだ。とその時、真っ白な鳩が天からイエス様の上に優しく降り立った。そして天から声が聞こえた。はっきりと力強い誰もが聞こえるほどの声で。これは私の愛する一人息子だ。私はこの子を喜ぶ。と神様が言われた。この子の言うことを聞きなさい。天国の門が開いた。とうとう救い主が現れた。大人の皆さんはですね、普通の聖書でですね、絵とかが出てこない普通の聖書で、見ていきたいと思いますが、今日私たちは、マタイの福音書の3章を開いていきたいと思います。ちょうどですね、先週一緒に覚えたところがですね、東方の3博士たちがですね、イエス様のところに星に導かれて、来られて、そして礼拝を捧げた、すごいお宝をですね、黄金入宝を持つ役、宝箱を開けて、惜しげもなく、ものすごい高い高価な宝物をイエス様に捧げていった、そんな礼拝のと